ギュンター・パンク、1945ギュンター・パンケは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、武装親衛隊大将及び、警察大将。親衛隊人種及び、移住本部の長官を務めた人物の一人。第二次世界大戦中には、ドイツ軍が占領した、デンマークの親衛隊及び、警察高級指導者を務めた。 ドイツ帝国プロイセン王国西プロイセンのグネーゼンに陸軍大尉の息子として生まれた。1910年に士官学校に入学し、1917年に卒業した。1918年6月に中尉に任官して第一次世界大戦に従軍した。終戦までに二級鉄十字章と戦勝章黒章,章,章を受章した。終戦後には、 東プロイセンの国境警備に当たっていたが、1920年には軍務を去った。その後、スペインや南アメリカに移住して、そこの農場で働きながら生活していたが、1927年にはドイツへ帰国した。1931年までキールの技術物理研究所で勤務した。1930年8月1日にナチ島へ入島。 1931年6月1日には、新英隊に入隊した。1932年半ばまで、クラインゼンの新英隊学校の校長に就任。その後、一般新英隊の部隊や、新英隊地区の指揮官を歴任した。1935年5月には、小尉階級で陸軍に戻り、偵察隊の訓練を受けた。 1935年3月から1936年7月初めまで、新英隊上級地区、北と新英隊上級地区、北西の参謀長を務めた。1938年9月に、リハルトバルター・ダレに代わって、新英隊人種及び、移住本部の長官に就任し、1940年7月まで在職した。 1940年7月から1943年9月まで中央新鋭隊及び警察高級指導者と新鋭隊上級地区中央指導者に就任した。さらに1943年10月からドイツの敗戦までデンマークの新鋭隊及び警察高級指導者に就任した。戦後、デンマークで裁判にかけられ、懲役20年の判決を受けた。 8年間収容された後、1953年に釈放され、西ドイツへ帰国した。1973年に、ハンブルクで死去。ありがとうございます。